ポスト米英時代、シンドルな政府紙幣で、顔がケネディならば世界は米国にチャンスを与えるな。FRB の紙くずに偽ユダヤの顔なら、告別式の準備である。投稿者ポスト米英時代日時2013年10月05日11時間26分42秒、シンドルな政府紙幣で、顔がケネディならば世界は米国にチャンスを与えるな。FRB の紙くずに偽ユダヤの顔なら、告別式の準備である。昨日、お花畑系のサイトを片っ端から斜め読み、かつ飛ばし読みをしたな。100% 勘ぐれば、ブルービーム計画の広報官で、ネット世論に合わせて論調を変えてきており、当初は宇宙人に主眼を置いていたな。最近は所帯じみて、経済政策に主眼を置いているのが笑えるな。彼ら曰く、ネサラダがシンドルでのミサニカ、アメロサニのカモフラージュと受け止めるのが、中年スケベ親父としての受け止め方である。しかし、カツラをかぶってセーラー服に着替えて、ルーズソックスで自転車にまたがり、青い山脈の脇を走るような感覚で、無垢な気持ちでネサラを読むと、ベロベロに酔っ払った時みたいに、気分が良くなるな。それでは無防備すぎるので、ヒゲとスネ毛と脇毛だけは残して、学生カバンの代わりに、可愛くない仕事カバンと、加えタバコという、最低限の親父センサーを残して読むと、内容は悪くなく、移行の時に我々が、人権を一旦連中に委ねる瞬間があり、王権真珠説ではないが、その行動の、担保となるものは何かというのが問題である。私も、体育の時間に悪友に騙されて、自分だけプールの格好をして、皆は体操着という、すごく恥ずかしい思いをしたな。社会人になってから、もっと恥ずかしいことを経験して、面の皮も厚くなったからいいのだな。ネサラというのは、我々が次元上昇だ。5次元だと丸裸になったら、お客さん引っかかったねと、偽ユダヤが待ち構えている可能性が高く、それをどう克服するかな。光の銀河連邦の課題だな。宇宙人抜きで解説している弁の見立てを加味して、ヒゲ面の女子高生目線で捉えると、シンドルの性質が判断材料となるわけである。弁のポジショントークが、7割ぐらいは当てになるという前提での話だな。現実的に考えると、金本位制をワンポイントリリーフさせるなり、新金融制度を導入するなりがあるにしても、ドルの残務整理は不可欠であり、やはりシンドル発行を容認するしかないというのが、混乱を最小限に抑える方法であるな。デルバンコのドルという呼び名を使っている時点で半分眉唾だな。新しい故障と政府紙幣であることと、顔がケネディならば合格である。三拍子揃っていなくても、二つ以上クリアしていれば、阿波踊りイベントに参加し、五次元祭りだ、どこでもドアだ、宇宙人とパンチでデートだと、宇宙人ごっこに合わせて、新金融制度への移行に乗るべきである。そうでないならば、金返せ泥棒路線を継続し、中路を筆頭に、対米債権国組合を結成し、追い込みをかけるべきである。来週にも、シンドルが登場するそうだから、目玉ピラミッドが印刷されていないか、どの顔を持ってくるか、目を皿のようにチェックして、紙くずかカト的紙幣になり得るか、吟味することである。子供がアホ学校に合格するか、不合格でビルの屋上で、靴を脱いで立っているかどうかを待つみたいな、ハラハラする心境だな。来週までの辛抱である。万歳の準備と、罵声を浴びせる準備の、バイセクシャルで待つことである。ポスト米英時代、ロシア氏がスイスで BI、ベーシックインカム、発行の報道、ジジが為替不正捜査調査の報道、毎日がダヴィンチ肖像画発見の報道、スイスバビロンに異変があるのは確かである。投稿者ポスト米英時代日時2013年10月05日17時間6分30秒、ロシア氏がスイスで BI、ベーシックインカム、発行の報道、ジジが為替不正捜査調査の報道、毎日がダヴィンチ肖像画発見の報道、スイスバビロンに異変があるのは確かである。ベーシックインカムは、月額20万円相当で、私もスイスに亡命したくなってきたな。無邪気に考えれば、スイスバビロンの、金庫のどてっぱらに穴が開き、それで人口の少ないスイスで、お試しキャンペーンを始めたとも受け止められる内容だな。ロシア氏も大人の事情とは思うが、宇宙人詐欺に調子を合わせているから、やはり日本でがっつりとした手応えがあるまでは、阿波踊りをフライングせずに、昨日のように普通を続けて見守ることだな。日本でのいい変化は、ケリーとヘーゲルの戦没者への喧嘩のみで、あとは悲惨なものばかりで、おめでたい私も眉唾モードだな。BI は、夢の無料化社会に向けた過渡的な政策であることは事実であり、フリーエネルギーの前の、激安天然ガスのような位置づけである。為替不正捜査も、ウォール街やシティなら日常茶飯事というか、全体が不正だな。今サラスイスという総本山で起きたというのが、いかにも不自然で、お花畑系や弁の言っている金庫の次元上昇だか、正常化だか、召し上げが起きている予感をさせる出来事である。ダヴィンチの肖像画発見も、差し押さえを連想させ、連中が古代史を改ざんするときに、いきなりなんとかの遺跡が見つかりましたと、嘘をでっち上げるときとは違う匂いがするな。またダヴィンチョコード詐欺に使う可能性もあるので、微妙である。いずれにせよ、我々一般人レベルでは、スイスといえば大自然と、時計と、チョコとキャバクラというイメージぐらいしかないが、ここに来てスイス報道が多いのはワクワクするような、ゾクゾクするような、金ちゃんのスター誕生の、万歳になりそうな、なしろになりそうな、要はまだよくわからないが、来週にはブルービーム計画が生きているのか、連中が降参したのか、はっきりするはずである。イランがアメリカに続き、偽イスラエルと会談、オバカは予算よりテロゲートで失脚の危機、TPP 資料流出、中ロが新安保提案である。投稿者ポスト米英時代日時2013年10月05日20時間24分14秒、イランがアメリカに続き、偽イスラエルと会談、オバカは予算よりテロゲートで失脚の危機、TPP 資料流出、
中ロが新安保提案である。ツイッター外交の時代に、スイスバビロンが、米英仏イバビロンを使い分けて戦争詐欺を企てるのは無理であり、その前にテレビやネットで喧嘩しろという話で、ネタニヤフも、パレスチナとは対話させられるわ、イランと電話会談に追い込まれるわ、殺し屋国家の偽イスラエルも、いい人路線のレールに乗せられてたじたじである。おバカないい人と、勘違いする者が続出するような動きをしているのが不思議だったが、どうせ同じ穴の無地なの民主と共和で、プロレスがガチンコになっていったと考えるより、プーチンにシリア攻撃を断念させられた時に、化学兵器詐欺の証拠を突きつけられただけでなく、アホブッシュの911詐欺に加えて、おバカ時代に入ってからの、リビア詐欺に始まって海軍自作自演テロまで証拠を突きつけられて、グーの根も出なくなり、それで TPP の会合も欠席に追い込まれ、デフォルト路線も、ブリックスからの指示で歩むまされていると、考えた方が自然である。その代わりにシリアの時のように、メンツを立ててやると、光の銀河連邦でも次元上昇でも、イベントでもファーストコンタクトでも、宇宙人劇場を好きにやれと、ピエロを命じられていると考えると、腑に落ちるわけである。極東の方も、中ロが新しい安保の枠組みを、畳みかけるように提案し、日中戦争詐欺も、北朝鮮の暴発詐欺もできないように、おバカを封じ込め、TPP 資料も流出させられ、落ち目のタレントが出直しヌードに追い込まれたり、引退したアダルトビデオ女優のビデオが、無修正で流出して、また人気が出て困惑しているのと同じで、のっちのそっくりさん派、チョコボールおバカという感じである。先日、オフレコ記者会見とはいえ、宇宙人話をしたとか、昔の米国大統領では考えられないようなアホなことをさせられているのも、罰ゲームと考えると、合点がいくな、チョコボールおバカのヒーロー劇場が、延々と続くと思うとお笑いである。まあのっちのそっくりさんだから、政治芸人として、新金融制度の父とかいう役どころを、罰ゲームとして涙目で演じるのもお似合いである。くるくるパーの小泉親子とか、溝優麻生ひょっとこ三世とか、正の字かけない男なら、喜んで正義のヒーローを演じるだろうが、曲がりなりにも弁護士のおバカな、丸に徹する腹を決めたのに、ヒーローを演じさせられるのは屈辱であり、これからしばらくは笑わせてくれるはずである。